硬い。ここ。あと、ここ。うわ、押さえただけでバキバキになるね。ここ。この辺りが全体的にガチガチです。特にこことここがね、ガチガチになってます、はい。で、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じで、ガチガチになってるんですね。それで今から生肉に戻していくんですけども、はい、その過程がとても痛い。でこの背中の疲れっていうのは実は足の疲れから上がってくることが多いんですよ。うん、なので足からしっかり緩めるんですが、その前にね、骨盤のズレとか背中のズレをちょっと取っていきますから、はい、それでね、バキバキ、楽にさせてもらいますね。はい、よいしょ。で今見させてもらうと、足の長さが右足が3センチ以上短い。ああ、本当ですか。かかとの位置がね。なので、椅子に座っているときにポン足組んだりとかされてませんか？いや、足だけは組まないようにしてる。足組まないようにしてる。あと、後ろポケットに物入れないようにとか。へぇ。後ろポケット物入れられたりとかされます？いや、あんまり入れないですね。されないですか。それでね、こんだけずれてるってことはね、この辺が筋肉が引っ張ってきてて、骨盤はずれてます。でそれで今からね、じゃあちょっとね、緩めていきますね。でこっち側、右側を下にして横になってやってみましょうか。はい、どうぞ。はい、足借りますよ。足借りますね。腕借りますね。腕借りますね。よいしょ。ではね、今からね、骨盤のズレ取りますね。体ひねってもらってね、力入れてダーンとしよう。今からバキバキしますからね。よいしょ。わー、めっちゃいい音になった。では、今度反対側行きましょう。足を押して座りましょうか。ここでね、こう腕を組んでいただいていいですか。丸くなっていただいて、そのまま、ね、後ろから見てください。背中のずれ取ってください。よいしょ、近いですね。よいしょ、もう一回。よいしょ。よいしょ。めちゃめちゃいい音になりましたね。手離してもらって。もう今のだけでもかなりスッキリしたのが分かると思います。ではね、うつ伏せになって休みましょうか。この背中のずれ、ここちょっとずれてるからね、今からずらやを取っていきます、はい。で今からね、大きく息を吸ってもらって吐いてもらいます。吐いた時にね、この上からどんどん乗ってね、背中のずれ取っていきますから、はい、必ず息吐くようにしてくださいね、はい。大きく息吸っていただいて、はい、吐いて、そろそろ行け、そろそろ行け、よいしょ。もう一回ね、はい、大きく息吸っていただいて、はい、吐きましょう、そろそろ行け、そろそろ、よいしょ。いい音だった。で、一番初め背中触らさせてもらった時から比べると今めっちゃ柔らかくなったの分かるかな。はい。ああ、いいね。だいぶずれてた。で、まだね、押さえたらね、この辺とはちょっと硬いんですけども、はい、この辺っていうのは実は足の疲れから上がってくるので、うん、今から足をしっかり緩めていきますね、はい。で、背中のずれとか骨盤のずれ取ったら、足のかかとの位置がきれいに揃ってくれてます。今のだけです。今のだけで。だからね、まあ、骨盤の腰のズレと背中のズレが結構あったってことだね。見させてもらうと、ここは痛いよね。こっちも痛いよね。ここが痛いのがね、ちょっとズレてます。今からね、それをね、バキバキ元に戻していきますね。では右側向いてもらって、そう、グーッと上げて、よいしょ。左側向きましょう。グーッと上げて、力を入れて、よいしょ。そうすると、あ、ちょっとマシですね。マシになりましたね。で、ちょっと動かないので、ちょっと指でちょっとグーッと押さえていきますわ。よいしょ。首硬すぎ。で、これでね、押さえ込むと、ほら、あ、すごい。なので、ね、もう一箇所だけね、ちょっとズレがあるので、機体が見て、グーッと入れて、近い。よいしょ。もう一回、2回置きましょう。グーッと入れて、よいしょ。これで痛くなくなったね。あ、すごい。はい、では以上でございます。ありがとうございます。はい、よく耐えました。いや、めっちゃ気持ちよかったです。起き上がったら今もう背中とかもうすごい、ね、あ、すごい。これがね、1ヶ月からね、2ヶ月ぐらい体が楽になってくるようにしましたので、はい、これでちょっと様子を見てください、はい。